横投げは。よし、この調子で残機カンストに戻そう。ようやく80機まで戻せたもんね。このまま増やせるといいが。さてやっていこう。あっという間に罠キノコが。いやこれ絶対罠だろ。あれ、隠しブロックがないだと。おお、無償でスリーアップさせてくれるとか神だろ。うん、まあこのままノーミスでゴールできるかだけどね。要は簡単に耐久するだけでしょ。はぁ、ごめん今のはジャンプのタイミングが早すぎた。なんか怪しくなってきたな。マイナスになるのは勘弁だからね。よし完全に掴んだ。もうゴールじゃない。ごめん、録画データの音がバグってたから丸々カットさせてもらったよ。そして普通にやられるっていうね。80機を切ってんじゃねえか。いやいろいろ厄介なギミックにやられまして。で、これまたたくさんやられそうな感じがするんだが、パスするなら今のうちよ。いやもうちょっと進みたいかな。だが、この辺りはやられ要素がなくね。マグマが上がってきてるから急がなきゃじゃない。んでもこんなにゆっくり行っても全然間に合うね。さあここは。この音符ブロックをかいくぐると。で、これもあんまり詰まってたらマグマが上がってやられちまうんじゃ。あ、見てそこにゴールが。おお、ボコニャン急ぐんだぜ。ゴールです。いや、そもう、ちょっとずつ残機が減ってってるんだけど。まあ、たぬまって70機も切っちまうんじゃ。このコースでなんとかプラスに持っていく。プラスに？ねえ。どう見てもマイナスにしかならなそうな。でもそこまで行けば鍵を取れる。もう少し。あっと。バカ何やってんだし、リフトの裏のトゲが見えなかったの。でも、ちゃんと見れば見えるじゃない。キノピコに集中してるからなかなか見れないんだって。とりあえず抜けたな。ここでワンナップキノコを取れるのはありがたい。これでゴールだったらプラマイゼロね。ゴールバーでもうワンナップできるかもだよ。んまあまだ続くみたいだがな。これ以上はやられないようにね。ちゃんとリフト周りのトゲを見ておくんだぜ。今度は目を凝らして進むよ。さあここはゆっくり降りるからコースを見渡そう。トゲが隠れてる場所はなかったわね。このままずっとなければいいんだが。あれ、もう地面じゃん。さっきよりも簡単じゃない。よーし、このままゴールまで一気に行っちゃおう。またワンナップキノコ遅れたわね。ってことはこの感じもう一回ぐらい続きそうだな。お願いだから初見殺しだけはやめてね。もうゴールじゃない。しかもこれもワンナップキノコだろ。オッケーだったらゴールバーでワンナップする必要はないね。下のトゲがまたここにあんな配置に。よし、一回しかやられなかったのはでかいね。あの隠されたトゲがなければな。さあこれは、あーもしかして余計じゃない。うわーこれは集中しないとすぐやられそうな。でも僕はこういうの好きだよ。好きと得意は全く別物だけどね。でも、思ったよりも簡単そう。まだ始まったばっかだからだろ。あ、ぷくぷくが出てきたわよ。じゃあ、ぷくぷくは戻るよね。これは絶妙な調整がされてそうだな。ちゃんと動きを予測しておかなきゃ当たっちゃいそうね。うん。次のぷくぷくは、低タイミングで戻りそうな。オッケー、なんとか抜けたぞ。全部こういう感じなのかしら。で、このプクプクもやばいぞ。よし、大丈夫だった。でも、今度はファイアーバーが出てきたわね。さっきよりもさらに厄介に。ルート選択が鍵になってくるね。ここも多分ギリギリ。あー、当たっちゃったか。もうちょっと上にいなきゃダメだったわね。今度こそ。よし、ナイスだぜ。今度は数で攻めてきたわ。だがタイミングは噛み合ってるから平気だな。逆に難易度が下がったわね。このままゴールでもいいんだよ。まだ続きそうな気はするが。あ、今度はブロックね。なるほど、下手したら足するってか。うん。計算しなきゃやられちゃうわね。おっと、ここは上が正解か？ってギリギリだったな。ちょっとヒヤッとしたわ。さらには砲台まで出てきやがったぜ。だけど画面外にしちゃえば発射されない。で、何で見ずるにゃんね。水中だから赤砲弾でも遅いのはありがたいかも。確かに言われてみれば。これでいつもの速度だったら危なかったかも。じゃあ、これで終わりみたいだね。しかもスリーアップさせてくれるとか。てか危ないわね。早く圧死するところだったよ。さあ次のコースは。お、スピランっぽいか？おお、めっちゃ楽しそう。楽しそうなのはいいけどやられないでよ。ごめんジャンプしちゃって。はぁ、あ。特に難しい箇所でもなかったってのに。ごめんさすがに今のは反省してる。ってことはいつもは反省はしてないと？そういうわけじゃないって。だが、コインを大量に取れるのは嬉しいな。なんならこのままスリーアップまでいけないかな。残念ながらコインは途切れてるみたいね。滑りながらワンナップできればいいのに。地面に着地し直すから戻されちゃうのね。んまあこれはしゃあなし。で終わったゴールか？ワンナップ。いやー、まさか届くとは思わなかったよ。これでまた80機まで戻せたな。って、なんか書いてるみたいだけど。ふむふむ、なになに。アイルテイクマイリベンジで復讐してやるだと。ああ、これクッパのセリフだったのか。でもこれ、ギザギザポッキーが伸びきれば足場のくるくるブロックが壊されるんじゃ。ははは、復讐失敗だね。もしかしてこれで終わりなんてこと。だとしたら短すぎるわよ。お、またなんか書いて。You are next か。次はお前だってこと？でなんか怖いんだけど。で、あっと、サナちゃんか。しかも若いから早いわよ。ああ、復讐はまだ続いてるってこと？
走るだけならまだ簡単だが。あとだ。これだけ脅かし要素ってことかしら。で、やあ、対応戻すんだ。ああ、全員落ちて。いや、やられてるし。こんなのトロールじゃないか。いや、お前がもっと注意してればよかっただけかと。クッパの復讐は完了ってことね。ドッスンが戻ったタイミングで。よう、死にけたわね。では、今度はマグナムギラー。ああ、また逃げなきゃじゃない。しかも踏めないように調整されてるっていう。逃げるしかないってことだな。これがユースキンだったら壁キックとかも使えるのに。文句言わないの。だが、突き放しちまえばデスポーンするんじゃね。よーし、それが出たら安全に進めるぞ。で、ここまでだったわね。お、裏エリアは終わりか。じゃあ、よかったゴールだね。しかもワンナップさせてくれるな。なんとか80機まで戻せたわね。パスを駆使してるおかげだね。で、今右下にワープボックスが見えなかったか。で、なんであんなところに。もしかしてあれが正規ルートだったりしないよね。可能性はなきにしもあらず。え、ちょっとまさかのゴール。ワープボックスは怖すぎるから入らない。で、その後にやられると、そう80機が安定しない。これは1:1に似てるけど、いや、改造されまくってるぞ。でも、無限にチョロプーが出てくれるおかげで。ここでまさかのスリーアップが。いや、それはデカすぎるだろう。ただジャンプボタンを長押しするだけの簡単なお仕事。よし、これでゴールできればでかいぞ。ただ素直に行けるかどうかだけどね。1:1といえばショートカットの土管だが、絶対に罠だろうから行かない。ま、そりゃそうか。んー、まあ気になるところではあるけど。絶対に行かないよ。本来ここもアイテムのはずだが、ワンナップキノコになってたわね。となるとスターはどうだろうか。クソ、やっぱりないか。となると上のアイテムは当然で、ハンマークロスはやばくない？おっと。ハンマーを投げられる前に抜けねえとな。いやー、このミスはしょうもなかったね。さあ、普通の1:1ならこの後すぐにゴールなんだが、孔明とかありそうで怖いわ。あ、でもこの程度ならいける。で、ハーゴールがない。ちょ、ここから右っ飛びするのかよ。これも孔明の一種だよね。あれ、もしかして裏エリアに行くのか？さあ、ここは。あ、1:2っぽいかしら。当然ここもアイテムは、どのせいかよ。ここでもアイテムは取らせてくれないと。いや、最後までアイテムは取らせてくれないみたいだね。普通の1:2だとこの後タイミングよくノコノコが歩いてくるわよね。あ、代わりにチョロプーが。んー、まあ特に脅威ではないね。ダッシュで一気に進みたいけど、怖いから慎重に行かなきゃだな。行けるところは一気に行っちゃいたいけどね。さあ、この土管は本来パックンが出てくるけど。で、はぁ、それ付きのデカパックン。出る前に行けてよかったわね。よし、あとちょっとで抜けられる。さすがにこれで終わりだよな。でもどこに出るかだけど。ここはゴールの真上だよね。ふぅ。ちょっと苦戦しちゃったわね。それじゃあみんな、次の動画へ行ってらっしゃい。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画を楽しんでくれた方は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter もやってますので概要欄をチェックしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。